はい、皆さんこんにちは、リンチーです。ですね、もう4月で結構多くの人が中国に留学しようかなって思われてると思うんですけども、今回は僕が北京に留学するのをおすすめしない理由を話したいと思います。まず第一に発音の問題。北京の人たちっていうのは意外と綺麗な中国語っていうのを話しません。なんでかっていうと、北京語っていうのはいわゆる中国の標準語、普通は普通話とは、結構違います。はい。北京に住んでると一般の北京の方々っていうのはアルカの音がひどすぎて結構聞き取りづらいです。それと、例えばね、中国語の単語で複雑、標準語では複雑って言うんですよ。4世と2世ですね。複雑ですね。でも北京の人たちっていうのは北京方言で複雑って発音しちゃいます。あともう一つ挙げると、比較、日本語の漢字で比較ですね。標準語だと普通話だとピーチャオって言うんですね。でも北京の人たちはここでピーチャオとかそういった後ろのチャオっていう音を本来的には4声なのに、3声で発音しちゃうんですよ。ピーチャオチャオって。でそういった違いがあるので、意外と北京の人たちが綺麗な標準語を話すっていうのはちょっと当てにならないんですね。ちょっと若い人はどうか知らないんですけども、それとかね、若くてちょっと北京以外のところから来た人たちっていうのは喋るんですけども、意外と北京の人たちっていうのはお構いなしに北京語を喋ってきます。標準語とちょっと違う北京語を話してきます。これは中央電視台 CCTV のアナウンサーが話す発音とは違います。それなんで北京に留学する、発音上のメリットというのは、あまりありません。はい。これは上海に行った方が綺麗な標準語を話す人に当たる確率は高いし、多分他の地方に行っても学校の中であれば学校の先生とかね、きちんとした学生さんであればかなりの確率で綺麗な標準語を話すと思います。それとね、次気候の問題。北京は寒すぎます。マイナス10何度とかなって、年間9ヶ月ぐらいもうほとんど日本の、東京の冬みたいな感じですね。はい。部屋の中にいる分には上海が暖かいんですよ。要は何ですか、オイルヒーターがもう設置してあって絶対に部屋の中だけは暖かくしておく。そうじゃないともう本当に暮らしていけないような環境なんで、ただ一歩外に出るとマイナス10などの世界でもうガタ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 震えてっていう、そういう生活を強いられます。はい。それでね、どうなるかっていうと部屋の中に閉じこもって麻雀してたりとか、本当にインターネットでゲームしてたりとか、テレビ見てたりとか、そういった時間が結構異様に長くなったりします。で外に出てちょっと運動したりとかね、ちょっとできない環境です。はい。次に話したいのはね、食べ物ですね。北京の、北京の料理っていうのは、やっぱり中国なんで非常に美味しいです。ただし、脂っこいで塩辛い。まだね、北京の地方っていうのは料理をうまく保存することに慣れてないんで、冷蔵庫とかね、今ありますよ、全然冷蔵庫とかで、うまく発達しなくて、いろんな香辛料とかもたくさん、塩とかたくさん入れて新鮮さをごまかすみたいなことが多いですね。あとやっぱ寒いので
まあ、習慣的にね、あの脂っこいものを、大量に摂取して、まあ、体を守るっていうのもあるんでしょうけども、それを現代人がやると、やっぱ太ります。はい。で、北京に行くとね、やっぱり、例えば上海に留学した場合と比べて太る傾向にあります。もう何でかっていうと、もう本当にあの街中に、脂っこい食事しか選択できなくて、ないんですよ本当に。健康的な、例えばサラダチキンとか絶対ないですしね。まあ、日本みたいにこの食品はカロリー低いですから、まあダイエットしたい人はカロリー低いものを食べてくださいみたいなものもありません。それとサラダも手に入りにくいです。野菜食べようと思ったら、まずはなんか油で炒めたものしか手に入らない状況です。あとね、北京は愛国精神が鬱陶しい。まあ、これ見てる人は日本人で、やっぱりね、北京に行くと、北京で結局ね、なんか要は愛国者が多いんですよ。まあ、鬱陶しいタイプの愛国者、要は自分の生活、今の現状に満足できなくて、まあ、常に海外の悪口言ってるようなタイプの愛国者が多いです。で、まあ、北京の愛国者の的になるのは基本的には日本人です。リューベンクイツって日本鬼子って言って、まあ、そうやって言ってくる人間にぶち当たる可能性が多いのは北京です。で、上海とか広州、まあ、広いの州の広州とかになると、まあ、別に東京と変わんないといえば変わんないんですけども、まあ、普通に、外国人好きです。特に日本の文化とかアニメとか、まあ、大好きな人が、比較的多いです。それでなんか日本のトレンドとかね、まあ、下手したら、日本人より知ってるような人も多いです。それでなんか日本のこれどう、漫画とかどうとか、なんかあれ美味しいよね、これ美味しいよね、日本のどこを旅行行ったら楽しいとか、そういうふうに楽しく日本のことについて話したがる人多いです。もう北京はね、要は70-80年前の第二次世界大戦の日本の侵略がどうだったかって、もう本当になんかそんなことばっかり気にしてるような人たちが多くて、日本人はまあ暮らしづらいですね。はい。まあそれで、あとね、まあどう考えても上海の方が美男美女が多い。美男美女が多いっていうのは、まあ単純に顔形の問題ではなくて、まあ人間のなんていうんですか、教育レベルの問題。まあ、はっきり言って、北京より上海の方が発達してます。本当になんか20年ぐらい違うんじゃねえかっていう人も、もう本当に素でいます。言いますからね、多くの中国人の人は。で、それでやっぱり周りに対して気を使うような人多いですよね。周りに対して気を使って、特にまあ上海に来た場合、多分、まあ、女の子の方が上海に来た方が、まあ、男の子から普通の対応される、まあ、日本人の男の子がやるような普通の対応をしてくるので、非常に気分がいいと思います。結構ね、北京の人ってなんていうんですかね、まあまあまあ、あんまり周りの女の子気にしない、まあ、例えばお酒飲みに行っても、上海の男の子はな、何飲みたいって、秋見飲みたいのこれねって。でも北京の男っていうのはもうそんなこと一切考えずに、先に俺が梅中飲むんだ、だからお前も梅中飲めみたいな、そんな勢いで来るんで、ちょっと普通の、まあ、先進国の女の子にはやりづらい相手だと思います。そういったさまざまな理由で僕は、まあ、中国に留学に来るなら北京より上海をお勧めします。はい。まあ、非常にもう総合的に圧倒的に快適です。はい。まとめるとそういった一言になります。それではリンチーでした。再见。